ディー・ベリッツは、スイスザンクトガレン州、ラパースルジョナに本拠を置く、水道機器を中心とする、サニタリーシステム及び関連製品を扱う、多国籍企業。ヨーロッパをはじめ、世界40カ国以上で事業を展開する、スイス証券取引所上場企業。ディー・ベリッツの事業は1874年、キャスパー・アメルヒョール・ゲバートが配管ビジネスを、 ラパースルで始めたことに橋を発する。1905年に接合部品の製造を開始し、タンク式水洗トイレの部品製造で成功を収めた。創業者が1909年に亡くなると一族が後を継ぎ、1930年代にはサニタリー周りのプラスチック部品におけるパイオニア企業となった。第二次世界大戦の影響を一時的に受けたものの、ほどなく回復し、 1953年、ウィズ・ハインリヒト・クラウス・ゲバートが会社を継ぐと、社名がジェバイトに改められた。1955年、西ドイツに最初の国外拠点を開設、以降、フランスなどヨーロッパ各地へ進出し、技術サービスを提供するようになった。1962年に本社をラパースルからラパースル・ジョナへ移転した。1986年に、 製造のオートメーションに弱種。1991年にゲバート一族が経営から手を引くと、1994年に中国に2つの工場を新設し、アジアでの市場を拡大した。1999年スイス証券取引所に上場。2012年にスイス株価指数の構成銘柄となった。2002年8月、アメリカ合衆国の配管メーカーである。 シカゴフォーセットを買収して子会社とし、2015年2月、フィンランドの浴室部品メーカーである、サニテックの買収を完了した。2019年時点での従業員数は、世界で1万1619人、売上高は約30億スイスフランとなっている。ありがとうございます。